こんにちは、アブラミチョナです。はい、今日もお昼ご飯です。月に一度のね、保険請求業務のためにお昼は家に帰れませんでした。まあそんな理由はさておいて、今日もね、冷凍食品食べていきましょう。今日おすすめするのはね、こちら、五目チャーハンね、日霊さんの具沢ちゃん噛みました。ね、実はね、これ以前一度食べたことがあるんですけどね、美味しいです。まあ何が美味しいかはね、これからゆっくり解説していきたいと思います。まあ裏側はこんな感じですね。まあこれもね、平均的な、容量で、これもね 450g ね。あ、違うな、これすいません、 500g 入ってますね。だいたい 450g って製品が多いんですけど、まあ、500g 入って、価格的にはその 450g のラインと同じ、240円で、ね、税別240円で購入してきました、ね、これ美味しいんですよ。これ一袋いきましょう、ね、500W で9分。 XO ジャン入ったんですね、ちょっと知らなかったですね。まあまあまあ、そんなこんなで温めていきましょう。はい、皿に盛るとこんな感じです。パッと見て思うのがね、あの本当に具沢山という言葉通りね、色とりどりのね、具材が入ってるんですね。まあ具材少ないやつだとね、もう全体なんていうんですかね、3色ぐらいしかない、チャーハンも多いんですが、これ見ていただいたらもう色とりどりのね、具が入ってるのが分かりいただけるんじゃないかと思います。この製品はね、ラップをかけずに温めますので、このまま掘り込みたいと思います。はい、できました。こんな感じです。湯気がすごい出ております。やっぱりね、もりもりに持ってても、加熱するとペシャンとなりますね。色はさらにね、鮮やかになったような、そんな気もします。いいでしょ。じゃあね、食べていきましょう。じゃあね、この辺からいってみましょう。XO ジャン効果ですかね、旨味がね、すごい深いです。塩分濃度的にはそんなにしょっぱいとは思わないんですけども、やっぱりその旨味が濃いんでね、もうあの塩漬けな、塩分漬けな僕もこのかけて食べようという気にはなりません。いいことです。で、僕はあのこのチャーハンすごく美味しいなと思う点は歯ごたえですね。このチャーハンだけにしかないね、他のチャーハンにない具材っていうのがあるんですよ。それがね、この辺ですね。これお分かりいただけますか、タケノコが入ってるんですね。タケノコ、これがね、なんていうんですかね、独自のシャキシャキした食感がすごい際立って、他のチャーハンこんな具材入ってないですからね。これね、それ以外に、まあ、歯ごたえという点でそんな目立たないですけど、キクラゲ入ってますね。彩りにも一役買ってますし、ほらチャーシューもしっかり入ってますよね。このチャーシューはね、他のチャーハンと違って甘辛く味付けされてますんでね、本当にバクッと食べた時に、ね、存在感が分かるというかね、味がじわっと出てきてうまいです。味の濃さという点ではね、これより味の濃い、チャーハンいくらでもありますけど、旨味と濃さとバランス取れてるのはこれが正直一番じゃないかなと私は思います。値段が240円前後とね、販売価格でその平均的な値段であるのに、他の 450g の、ラインの容量より 50g 多いっていうのは
大食いの私としてはポイントの一つになりますね。どうもごちそうさまでした。うん、完食、美味しかったです。この製品の特徴としましてね、油っこくないですね。皿のね、油のつき方見てもなんとなくわかるかもしれませんが、まあ某製品食べた後はギトギトのギトギトになるんですけども、これはまあそんなにね目立ってついてませんし、食べてる感じもうわ脂っこいなっていう感じは一切ございません。本当に脂っこさ以外で味を濃く感じさせるってことはやっぱりうまみが濃いってことなんでしょうね。ね、こちら、いろいろと書いてますね。エクソージャン、エビジャンって、ポークエキスパウダー、ホタテ貝エキス、醤油、オイスターソース、ね、発酵調味料と、まあ、いろいろ入ってます。まあそんなこんなでね、今まで7、8種類、まあ、もっとかな、電子レンジ その冷凍チャーハン、冷凍ピラフを食べてきましたけど、現時点のベストオブ冷凍チャーハンはこちらになります。ね、日霊さんの具沢山五目チャーハン、よかったら試してみてください。脂身長男おすすめです。